はい、どうもこんにちは、カンタです。今日はプロスピパークの攻略法について解説していきたいと思います。最後まで見ていってもらえると嬉しいです。まずプロスピパークはどんなイベントかというと、 V ロードで試合をして出てくる敵をコストを消費して倒していくイベントです。V ロードの難易度は高ければ高いほどランクの高い敵が出やすいので、なるべく高い難易度でやるようにしましょう。試練やチャレンジカップをやっても敵は出てこないので注意してください。ということで早速進め方についてやっていきます。出た敵は基本的に全て倒すというスタイルでやっていっていいと思います。その中でも強敵は絶対に逃さないようにしてください。敵を倒した後のスクラッチチャンスなどでエナジー回収のチャンスがあるんですけど、強敵を倒した後は絶対にスクラッチチャンスがあるので強敵を倒すのはお得です。なので進める感じとしては、プロスピパークのコストが5つなので、普通にスタミナを消化すると5試合できて敵が5人溜まるので、その敵を倒していき、その倒す過程で強敵が出たらコストが足りなくなってしまうので、そうなった場合は何人かの普通の敵をスルーするといった形でやっていくのがいいと思います。基本的にコストが足りなくなるので、適度にチャレンジカップなどを挟みつつ敵を発生させずに敵の数を調整するのもいいでしょう。次にスチールチャレンジについてです。スチールチャレンジについてですが、これは焦らずにやることが大切です。アウトになってもポイントは多少もらえるので、絶対に牽制に引っかからないことだけ意識しましょう。最初の2回はスタート判定のゲージが見れるようになっているので、最初の2回でグレートを出しておき盗塁を決めておいて、あとの3回は焦らずにグッドぐらいのタイミングでスタートし、アウトになっても仕方ないくらいの感じで挑戦するのがいいと思います。続いてフィールディングチャレンジです。これは自分のやり方なんですけど、あらかじめ画面に手をつけておくとやりやすいと思います。手をつけておいて緑が出た瞬間に大体でいいので、そちらの方向に素早くスライドするだけでクイックスタートが決めやすくなるので、そうしておいて、そこからは補給早給とタイミングよくタップしていく感じです。以上です。いかがだったでしょうか。今回の覚醒戦士では代打の切り札が登場、シリーズ2最初の追加は先発ということで、皆さんの欲しい選手は登場したでしょうか。今日の夜に契約書開封する生放送をやろうと思っているので、よかったら高評価してこちらの方も来てくださいということで、この情報がよかったら高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。続いてリアタイの方も見ていってもらえると嬉しいです。はい、ということで今日もやっていきたいと思います。先発は大野さん対金子さんです。しっかりね打っていきたいと思います。さあ、大野さんは基本的にツーシームとストレートを狙っていきたいと思います。この大野さんは昔のやつなんで、多分ね下方向の変化は OK、 まあファールは OK と、まあ上からはねあんまり変化量は落ちないと思うので OK、 まあこんな感じでね下方向の変化は捨ててストレートをツーシームに張っていきたいと思います。やばい、振っちゃった。さあ追い込まれてしまった。何で来る？オッケー。まあ、とりあえずね、ストレートツーシームに張ってれば、フォークは、いやーやばい。しっかり張れてないですね。まあ、切り替えていきます。まあ、ストレートツーシームに張ってれば、フォークの変化量はちっちゃいんで、反応できるはずと信じて、まあ、打っていく感じでいきたいと思います。この方結構高速スライダー使ってきますね。まあ、あれは結構、あーやばい、やばいやばい。よろしくないですね、アウトのなり方が。まあいいでしょう。まああそこのコースって意外に打ちづらいですよね。 OK、 よし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 。まあとりあえず詰まってたんで、しっかりタイミングを早めていく感じで、さあとりあえず先制点取りたいですね。うん、さあワンストライク。 OK、 さあ今のツーシームはストライクボールで OK、 よし。そのコース結構この方使ってきますね。あの内角のちょい高めのインコース寄りみたいな。さあとりあえず1点先制って感じで、さあどんどんね打っていきたいと思います。まあ、大野選手は本当は得意なんで打っていきたいと思います。さあ、まあ、とりあえずね、うん、 OK、 こんな感じで詰まらないでいけば、まあそこまで打ち取られる球はないと思うんで OK。 さあワンツー、よし、ワンスリー。さあ入れてくるでしょう。まあそんなランナー OK、
まあ若干でも詰まってますね、今のも。一応引っ張ろうとは思ってるんですけどね。まあいいでしょう、ヒットになれば。なんでもいい。さあ、まあとりあえず2点あって、結構安全圏かな。まあ続いていきたいですね、ここも。OK。やばい、タイミングが遅れてるな、なんか今日は。この前タイミングがめっちゃ早くなっちゃったんですけどね。さあ、まあいいでしょう。まあその日による。まあその日その日に応じてしっかり対応してヒット打っていけばいい。OK。よしよし。とりあえず満塁。さあ、せっかく満塁したんでもうちょい点取りたいですね。さあ、ここ一本出したいな。さあ、何来る？ああ、高速スライダーね。この方結構使いますね、高速スライダー。結構珍しいですよね。よし、さあ、まあまあ。さあ、次は何で来る？まあ、さすがに高速スライダーはないだろう、3球連続は。おー、チェンジアップ。配球が読めないですね。さあ、ワンツー、バッティングカウント。いやー、若干詰まったなー。まあ、しゃあない。切り替えていきます。はい、ということでね、切り替えてしっかり抑えていきたいと思います。まあ、金子選手は、まあ、ちっちゃいスプリットと大きい方のスプリットの使い分けで、まず相手がどっち狙ってるかを見極めていくんですけど、今の空振りは指が離れちゃった感じかな。あ、そんなことないのか。ちょっとストレート狙ってる感じですかね。まあ、なので、スプリットでしつこくいきます。まあ、一球高速進化あたり挟んだりするんですけど、ちょっとタイミングがこの方早いんで、誘っていく。おー、追い込まれてから選球がいいですね。まあ、ここで、ちっちゃい方投げてみる。あー、ちっちゃい方狙いかな、この方は。なんで、まあ、これ振るでしょう。あー、追い込まれてから選球がいいな。まあ、ここは打ちづらいでしょう、一番。一番打ちづらい。あー、結構捉えてるな。さあ、まあ、投げましょう。もう投げる球がない。あー、ラッキーですね。ボールになってくれてラッキーかな。今多分、打った時の音的にね、ボール球になったと思うんですけど。いや、ラッキーだな。今、ストライクだったら、行かれてましたね。さあ、ここで、あえてちっちゃい方を入れていく。あー、外れちゃったか。まあ、これを1球見せることで振るようになる。あー、やっぱストライク入れるとこを見せなきゃダメですね。なので、もう1球いきます。とりあえずストライクもあるぞってのを見せる。OK。で、誘えば振るんじゃないかな。残像残って。OK。よし、2アウト。さあ、三者凡退で攻撃いきたいですね。で、まあ、ここで反省してるうちにストライクを取っとく。OK。で、もう1球、大きい方を投げる。ここは振らないか。そしたら外角にも入れていく。幅広く使う。よし。で、たまには2ストライクからもストライクあるぞってのを、あー、外れるな。それ結構外れるんですよね、入れに行っても。まあ、これはどうだろう。選球眼はいいな、本当に。さあ、これを引っ掛けてくれるとありがたい。捉えてんだよな、まあまあ。さあ、どうしよう。まあ、スプリット、インコースに投げますか。まあ、外角の方が打ちづらいと思うんですけどね。OK。よし、ということで攻撃していきます。さあ、しっかり打っていきます。ここは代打。さあ、代打鈴木誠也選手。さあ、先頭出たいですね、ここ。いつもね、初回に点数取って、いつもね、初回に点数取って2回の攻撃になると結構ね、気が抜けて0点とかしょっちゅうあるんで、ここでしっかり打っていくことが大事。まあ、チェンジアップの変化量は1ですよね、大野選手は。これも気をつけなきゃいけないですね。出た。この真ん中のフォーク、意外と打ちづらいですよね。距離感がつかめないっていうか、内角外角なら。OK。よーし、いいね、抜けた。内外角だと距離感がつかめてフォークが打ちやすいんですけど、真ん中の方が打ちづらい時はありますね。結構自分もね、配球で使ったりしますね、真ん中のフォークは。いやー、詰まってる。詰まってるよ。まあいいでしょう。ランナー進んだから OK。さあ、この1点は取りたいですね。まあ外野フライ上げればいいんで、1点はここは欲しい。さあ、まあ外野に上げれるボールを待とう。あー、そっか。変化量1ね。さあ、何で来る？
うん、OK。まあ、このボールになるやつは見極めやすいですね、逆に。ストライク、ストライクが嫌だかな、真ん中は。OK。さあ、ワンツー。さあ、何で来る？いやー、危ねー。打ち方最悪ですけど、まあ、OK でしょう。追加点取れたんで OK です。さあ、続いていきます。うん、OK。まあ、その空振りは、まあ、2ストライクまではあれで OK。いやー、ファールになるか。まあ、ボールだしな、しゃあない。さあ、何で来る？ 2 ストライクから。OK。さあ、2-1。あー、これですね。これ意外としづらい。さあ、しっかり抑えていきます。さあ、しっかり抑えていきたいと思います。さあ、この方は選球眼が良かったんで、ちょっとちっちゃい方を真ん中に投げてみます。うん。まあ、打ち上げるってことがないんですよね。結構ポップフライ取れたりするんですけどね。よし。さあ、たまには3球勝負いってみますか。どうだ、これは。OK。よし、3球勝負はちょっと頭になかったですかね。さあ、代打森選手ですね。さあ、抑えていきましょう。 OK、まあ、3球勝負したんで多分結構振ってくるんじゃないかな、どんどん。よし、理想的、理想的よ。で、2ストライクからが課題。全然振ってくれないからな。お、振ってくれた。やっぱ生きてますね。さあ、で、ここで、あ、これは外れすぎですね。もう1球かな。これ振ってくれ。うん。さあ、まあ、これに頼りますか。これがなんだかんだで一番捉えづらいのは間違いないんですけど。さあ、超高速シンカーいきますか。で、まあ、ちっちゃい方かな。もう投げる球がない。 OK、まあ、投げる球なくても正面とか飛んでくれればアウトは取れるんで、まあ、ちょっとストレート投げてみます。あ、ストレートの方がいい感じですかね。ちょっと超高速シンカー投げすぎたな。やっぱ大会限定ですかね、超高速シンカーは。さあ、スプリット。おお。さあ、あと1人なんで油断せずに。オッケー。さあ、2ストライクで、これは振るかな。ああ、さすが。さあ、で、まあ、違う球種を1球混ぜて、見せれば振るんじゃないかな。オッケー、これは見逃しでいいから、これで、これは振るかな。オッケー。よーし、ということで、ありがとうございました。